はい、こんにちは、116インズです。アストロズが5年ぶりの世界一に輝いた今年の MLB、 オフシーズンに突入してオプションの行使や破棄などの話も出始め、これから選手の移籍に関する情報も活発に出るようになるんだなぁと感じつつありますが、今回は個人的にマリナーズにこのオフ狙ってほしいバッターについて話していこうかなと思っています。21年ぶりのプレーオフ進出を決めた今季のマリナーズですが、ディビジョンシリーズで後に世界一となる同地区アストロズの壁にぶち当たり、さらに上を目指すならまずはこのアストロズを超えなければならないことも痛感させられた年でもありました。投手陣は他のコンテンダーと十分渡り合えるだけのメンバーとなってきましたが、やっぱり打線がまだまだ課題。 WRC プラス107はリーグ4位と悪くはないんですが、安定感には欠け、得点に結びつける点に課題を残しています。チームとしてそれなりに出塁もでき、ホームランも割と打ちましたが、そもそものチーム打率が MLB27 位の2割3分じゃねえという感じだったのかなと。打力アップにつながり、かつ比較的マリナーズにも獲得のチャンスがありそうな選手を何人か取り上げてみたいと思っています。まずは簡単に現在のマリナーズが置かれた状況を確認しましょう。現状来季の明確なレギュラーが定まっていないのがセカンド、レフト、ライト、DH ですかね。一応候補はいますが、各々の今季のパフォーマンスからして信頼して使えるレベルには至っていないのかなと。このあたりが基本的には何らか補強を考えたいポジションとなります。で、お金の面ですが、マリナーズの現在の選手たちの総年俸が年俸調停による上昇予想込みで1億3000万ドルくらい。まあ、大型契約まだまだ足せなくもないけれども、すでにフリオやレイ、カスティオなどと長期契約を結んでいる状況を考えると、あまり長い契約は将来のチーム編成の足かせとなる可能性がありますので、どれほどフロントが積極的にそういった選手たち狙いに行くかは微妙かなという感じ。とはいえ、久々にプレイオフにも進んで、これからさらに上をさあ目指すぞという時期でもありますので、オーナー側にも予算の増額ゴーサイン出してほしいんですけどね。まあ、それなりの規模の契約は出せる前提として、これらを踏まえて二遊間外野を中心に獲得候補を挙げてみたいと思います。まずは二遊間 FA からザンダーボガーツですね。コンフショート史上注目選手の一人で、果たしてマリナーズがボガーツクラスを狙ってくれるのかは何とも言えませんが、今季攻守に JP の成績が期待していたほどではなく、シーズン後にディボトさんもショートのレギュラーは昨年と同様に JP とは言ってはいたものの、昨年ほど強く明言していたわけでもなかったので、少なくとも検討はするのかなと。市場にターナー、コレア、スワンソンと他にいる中で、個人的にはボガーツが好みなのは毎年3割近いアベレージをコンスタントに残せる、MLB のショートの中でもトップクラスの打力を誇りながらも、それでいて大きな怪我もなくプレイできている点も良いなぁと。おそらく契約規模もターナー、コレアほどにはならないと思われますので、マリナーズが本気で出費するつもりなら狙ってほしいですね。ただ当然獲得にあたっては懸念事項もあり、他球団を上回るオファーを出せるのか、レッドソックスでさえボガーツと契約延長すんなりできなかったわけですから、マリナーズがボガーツを満足させられるだけのお金を出せるのか、またボガーツはこれまで打者有利なフェンウェイでプレーしてきましたが、それが逆に投手に有利なシアトルでも引き続き打てるのか、あとは JP もいる中でボガーツにセカンドコンバートをお願いできるか、あるいは JP にそれをお願いできるのか、このあたりは課題としてありそうですが、やっぱり一番の穴である二遊間にボガーツレベルの選手が来れば大幅なアップグレードにつながりますので、できるのであればぜひこのクラスの選手の獲得を実現させてきてほしいなと思います。二遊間の獲得候補二人目はツインズのホルヘ・ポランコ。こちら獲得するならトレードですね。今季は怪我でフルシーズンプレーとはなりませんでしたが、2021年31本打ったように二遊間の選手としてはパワーがありますし、ぼちぼちフォアボールを選べて三振はそこまで多くないアプローチもまた魅力的。二遊間のパワーにかけるマリナーズにとってはいい選択肢なのではと思ったりもします。またポランコはオプション次第では最長2025年まで契約可能で、年俸もこのクラスとしてはそこまで高くないので、今後のチーム編成においてもプラスの側面が多い点もまたいいなと。ただ懸念点としては今季セカンドの守備指標が前年比で悪化した点、まあおそらく怪我の影響とかもあったんでしょうが、来季から守備シフトに規制がかかる中で、あまり動けないとなると守備面でのマイナスが少し気になるかも。あとはそもそもツインズがトレードに応じるのか、ポランコと同じセカンドにはルイス・アライズやニック・ゴードンなどがいますので動かす可能性自体は全然あると思っていますが、お得な契約なので相応の価値は支払う必要はあるでしょう。ツインズは先発陣に課題がありますので、クリス・フレクセンにプロスペクト数人をつけるようなパッケージがスタートラインとなるでしょうかね。3人目はガーディアンズのアメッド・ロザリオ。保有権が残り1年で年俸もそれなりに高く、二遊間の若手も揃っているガーディアンズがこの冬動かすのではと言われている選手です。今季のガーディアンズ打線の中心的な選手の一人で、積極打法で打率2割8分3厘をマーク。最近のマリナーズにはあまりいないタイプのバッターですかね。
毎年20盗塁前後記録できる程度に足も使え、走塁指標も平均以上となっていますので、走塁が全体的に決してうまいとは言い難いマリナーズ打線にとってはいいアクセントになるかもしれません。一方、ロザリオに関しては果たして地区優勝した直後のオフに、レギュラーショートをガーディアンズが本当に手放すのかはまだ不透明な状況であること。また、トータルの攻撃力は JP とさほど変わりませんので、打線を強化したいところで、JP クラスのバッターをもう一人増やす意味がどれほどあるのか。積極打法ゆえにボール球も結構振りがちな点も、ゾーン管理を重視するマリナーズフロントにあまりよく映らない可能性もあるのかなと。ただし先ほども触れた通り保有権が残り1年なのでポランコほどの対価が不要とは思われる点、マリナーズからすれば割と手に届く範囲かもしれません。続いては外野手 FA 市場の中で一番フィットしそうなのはやっぱりブランドニモでしょうか。今季打率2割7分4厘、出塁率3割6分7厘、ホームラン16本とリードオフタイプとしては申し分ない成績で、今季中盤からマリナーズはフリオに一番任せていましたが、そこまでフォアボールを選ぶタイプではなく、むしろどんどん振りに行った方が彼の良さが出ますので、ニモのような選手を1番に置いて長打も打てるフリオが2番とかの方がうまく機能しそうなんですよね。またニモはセンターもソリッドに守れる点、フリオに何かあった時のバックアップになれる点もまた優秀、両翼守備にも定評がある点も頼もしいですよね。獲得できるなら一番来てほしい選手の一人かもしれません。ただそれはあくまでもできるならの話で、実際にはスティーブ・コーエン率いるメッツとのマネーゲームが予想され、まあ実現させるのはなかなか大変なのかなと。これに加えて今季は151試合出場しましたが、ニモはフルシーズン出るチャンスがあった5年間で100試合以上出場したのはわずか2回と少し怪我が多い点も懸念材料。とはいえ健康なニモは本当にいい補強となりそうなので、リポートさんマジックでこの補強を実現させることはできるでしょうか。FA 市場からもう一人、アンドリュー・ベニンテンディ。こちらにもよりは実現の可能性あるかもしれません。今季打率3割4厘に残しているように、ハイアベレージに期待ができる選手で、さらにアプローチも優れていると、マリナーズが好きそうかつ必要としている選手なのかなと。昨年ゴールドグラブ賞に輝いたレフト守備も相変わらず優秀で、今季ウィンカーの守備が何度も夢に出てきたマリナーズファンも、ベニンテンディが来れば安心して眠ることができるでしょう。シーズン途中でトレードされているため、クオリファイングオファーの対象とならず、獲得に際してドラフト指名権を犠牲にする必要がない点もいいですね。マリナーズに来ればいいリードオフマンになってくれそう。気になる点としては今季ベニンテンディ BABIP がキャリア平均と比べて少し高めでしたので、揺り戻しが少し怖いなという点と、あとは今季パワーを捨てて完全にアベレージ型にシフトしたわけですが、アベレージを残せなくなった時の怖さ。まあ、今季のマリナーズでいうところのアダム・フレイジャー化の懸念。特に投手有利な T モバイルパークだと本当に何もできなくなってしまいますので、そこだけはちょっと怖いかもしれませんが、こちらも真剣に狙ってほしい選手ですね。外野手3人目はカブスのイアン・ハップ。カブスがどういう方向を目指すかはわかりませんが、保有権が残り1年なので、この冬トレードの可能性はあると思われます。ハップはとにかくチームに1人は欲しい要素をたくさん持っている選手で、今季 WRC プラス120と平均以上の打力があり、シーズン20本打てるパワーもあり、アプローチもなかなか。さらに今季はほぼレフトメインでしたが、通算では外野3ポジションにファースト、セカンド、サードにも入れるユーティリティ性も兼ね揃えていると。故障者が出た時以外でも、ウィンカーが復活したりですとか、ケルニックがブレイクした際に、ポジションを柔軟に動かせる点はいいですし、ディポトさんもそういった選手は好みのはずです。今年のトレードデッドラインでカブスは非常に多くのチームからハップに関する問い合わせを受けたものの、最終的に満足いくオファーがなくキープしたあたり、獲得を狙うのであればかなり頑張る必要はあるでしょうし、今のマリナーズのマイナーにそれだけの余力があるかは怪しいですが、間違いなくチームにフィットする選手だとは思います。ということでここまで二遊間外野をメインに挙げてみましたが、最後にもう一人 DH 候補として FA のホセ・アブレイユ。マリナーズは基本的に DH は選手の休養も兼ねて使う方針でしょうから、アブレイユのようにファーストか DH かみたいな選手を積極的には狙わないとは思いつつも、今季でいうところのサンタナみたいな立ち位置の選手が欲しい。そこに DH を割いても良いと考えるのであれば、アブレイユ獲得もありかなと。アブレイユは来季が36歳のシーズンですが、ここまでとにかく毎年安定した成績を残し続け、大きな怪我もほとんどなし。年齢のことも考えると長期契約も不要でしょうから、長期的な編成に支障をきたすことなく打線強化もできると。今季マリナーズではサンタナやアプトンがベテランらしい存在感をクラブハウス内で発揮し、それがチームの立て直しにつながったことがよく知られていますが、アブレイユもホワイトソックス時代クラブハウス内での評価も高く、経験豊富なベテラン、メンター役としても適任だと思います。DH の使い道がかなり制限されてしまう点や、年齢による衰えがいつ来るかわからない点に懸念もあるものの、マリナーズが DH をそういった風に使うのであれば悪くない選択肢だと個人的には思っています。
この7人が特にマリナーズでプレーする姿見てみたい選手たちで、この他ではハニガーとの再契約もありだと思っていますし、オリックスからポスティングすると言われている吉田正尚選手の獲得戦線に参加するのもあるかもしれませんね。プレーオフ出場という目標を超え、次は地区優勝、リーグ優勝、ワールドチャンピオンが目標となってくる以上、さらなるチーム強化へ向けてディポトさんがこの冬どのようにして動いてくるのか注目です。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。